はい、今日はですね、横浜の山手の勉強町博物館の中にあるトイストーリーに使われたと思われるおもちゃですね。まずこれがですね、監視役のわんぱく数字、さらにはですね、これはスリンキードッグですね、またがビヨーンと伸びる、そしてこれがウッディですね、カーボーイ。さあ今日ご紹介するのはこれです、バズ・ライトイヤーですね。これはあのおもちゃの名前はムーンスカウトって呼ばれるおもちゃです。まああの月の探検車みたいな、そういうおもちゃですね。ムーンスカートと呼ばれるおもちゃはですね、とても凝っていて、頭の後ろ、まあ、ヘルメットのところにこういう穴が開いていて、そこにこの丸い玉を入れ込みます。こう入るわけですね。そして向きを変えて、まず青いスイッチを入れると前進します。そしていきますよ。すごいですね。そしてまた、いや、よかったね、すごかったね。これ子供は感激するよね、これ見たら。っていう感じです。いや、当時ね、これこのおもちゃで遊んだ子供たちはもう自慢だったでしょうね。これがおそらくトイ・ストーリーに出てきたバズ・ライトイヤーのモデルじゃないかなって、まあ色だとかで、形だとか雰囲気ですね。ほら、これで揃いましたね。どうですか。ジョン・ラスター監督がもう20年30年以上前に来られて、まるでおもちゃが生きてるみたいだって感じてくれて、まあ、こういうおもちゃがイメージでアイデアになったんじゃないかなと思います。今日はトイ・ストーリーに登場したと思われるおもちゃをご紹介しました。